1991年11月にスズキが放った軽スポーツカーカプチーノは、同じく91年以降にデビューしたホンダビート、マツダのオートザム AZ1 などと並び、本格的ツーシーター系ブームを作った車だ。カプチーノの特徴は完全ツーシーターの FR オープンボディであること。ミッドシップオープンのビート、同じくミッドシップだがガルウィングドアの AZ1 ともまた違う独自性があった。驚くべきはパーツの共有化が進む軽自動車にあって、完全専用設計のボディを持っていたこと。もちろん良好なハンドリングが得られる FR 車とするためだが、いかにカプチーノが本格的に作られていたかがわかる。デザインはいかにも FR らしいロングノーズを持った丸みのあるフォルム。フロントマスクは丸め4頭に楕円カバーをかぶせたキュートなタイプだ。画期的なのはルーフの構造で、3分割にして脱着が可能だった。通常はハードトップだが、ティーバールーフ、タルガトップ、さらにリアウィンドウを下ろしてフルオープンと、4通りのバリエーションが楽しめたのである。パワーユニットは 660cc の直三 DOHC 12バルブターボ、アルトワークスなどが搭載している計最強の64馬力仕様と基本は同じだ。95年からはオールアルミ化され、前後重量配分が51対49とより理想的になった。足回りは前後とも新設計のダブルウィッシュボーン。ブレーキはフロントがベンチレーテッドタイプの4輪ディスクであった。ギアボックスは当初5速 MT だけだったが、後に電子制御の3速 AT を追加。同時に AT 車にはパワーステアリングが与えられている。98年末におよそ2万6500台を売り販売終了。バブル経済が生み出した夢の軽スポーツであった。